泣いちゃダメ。涙も貴重な水分よ。これは人が住んでいるような島じゃなさそう。あ、いたた。島というより大きな岩場って感じね。木も草も生えてない。こんなところに水なんてあるのかしら。やっぱりもう食べ物も水もない。このままじゃ干からびるのを待つだけね。だからってもう何をしたらいいのか。